にちは。こんにちは。マーチンのマミーズクラブ沖縄、今日も始まりました。5歳と3歳の息子娘がいます。金城真知子です。よろしくお願いします。そしていつも番組を一緒に進めてくださるのがこの方です。はい、20歳の娘と、16歳の息子のお母さんです。岩です。よろしくお願いします。お願いします。岩さん、そして本日のゲストさんです。幼児食アドバイザーで絵本カフェマイスターの楽平恵美さん、6さんです。よろしくお願いします。さあ、マーチのマミーズクラブ、1ヶ月ぶりというか、なんか毎回毎回新鮮な気持ちでこのスタジオに入ると、ちょっとドキドキワクワクという形なんですけど、今はどうでしょうか。岩さん、ちょっと話してもらっていいですか。はい、大丈夫でしょうか。さっき岩さんのマイクのスイッチ忘れてしまってました。失礼しました。改めまして、岩さん、マーチ、ロクさんで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、この番組ではですね、一番最初に最近あった楽しかったこと、ワクワクしたことというのを伺っているんですけれども、誰から聞こうかな。岩さん、はい、どうですか、最近あった楽しかったこと。嬉しかったことですね、はい、実はですね、今日朝起きた時に食卓に行ったらですね、ちょうどコーンと、はい、カップケーキと、普通のホールのケーキがあったんですね、はいはい、で、あれと思って聞いたら、息子が、僕は今日ちょうど昨日の夜遅く、ホワイトデーのお返しということで、作ったお菓子が置いてたんですね。見た時すごく美味しそうで、いっぱい作って、どこ持っていくの、部活でしょ、で先輩でしょ、なんかクラスメートもらうとこいるからお返しだって、お母さんたちのも、じゃあ少し作ってるからあげるねって言ってもらって、朝はそれを息子の手作りの、ケーキを食べて、朝すごいハッピーになりました。高校生の息子さんが夜一生懸命作ってたんですよ。びっくりしました。出来栄えどうでした。美味しかったです。美味しかった。いいですね。それもあげる子もたくさんいるんですね、モテモテ。っていうか、みんなにもらったものも返すので、部活だったらみんなの分とか、そういうのよりか複数みたいな感じですね。ちょっとママとして気になるお年頃ですか。もうどんなですか。そうまだそこまではいかない、ね、どうなのかな、そういったね、彼女ができたら嬉しいなみたいな思います。いいですね、息子さんの手作りの、いいですね。ちなみにロクさん、最近あった嬉しかったこと。最近あった嬉しかったことは、私の姪っ子ちゃんなんですけど、今、大学の方受験して、見事合格しました。おめでとうございます。なんか本当にこっちまで嬉しくなりますよね。よかったと思って、安心して。この受験ってやっぱり家族ぐるみというか、もう、その子本人はもちろんですけど、もう家族、親戚みんなでね、みんなで、親戚みんなでお祝いしましたもん。いいですね、桜が咲いたんです。おめでとうございます。本当良かったです。素晴らしい。ちなみに私の良かったことはですね、最近、七五三写真をやっと、娘の3歳写真を撮りまして、スタジオ館に行ったんですけれども、可愛いもんですね可愛いもんですねっていうのもいいんですけど、着物姿とドレス姿、自分でもう選んで、女の子なので、やっぱり好みがはっきりしてきたというか、ピンクでもハートがついてるから絶対こっちがいいとか言って、なんか新作衣装だから3000円ぐらいアップするんですけど、もうこれちょっと新作だよとか言って他のも見せたりしても、このハートがね、こうやって並んでいっぱいあって、こっちのフィルフィルがとか言うんですよ。そしてなんかヘアメイクをしてもらった時の、もう娘のキラキラなこの嬉しそうな顔、これを見てたら、やっぱり3歳でも女の子はしっかり女の子だなっていうのを感じてですね、この娘の成長に嬉しくなりましたね。で、6さんのところの、お子さんはいくつといくつでしたっけ。うちも同じ5歳と3歳の、じゃあ男の子2人、男の子2人、男の子はどうですか、ファッションとかに関しては。
とですね、なんか戦隊もの仮面ライダーとかも、ああいうのがもう大好きで、あればっかりつけてます。同じ。普通の、 あのなんか文字だけの洋服とか絶対つけてくれません。戦隊ものね、結構高いしね。結構あのお下がりでこうもらったりするので、結構ね、昔のこう仮面ライダーのとかいろいろ。こう世代世代のものも、もらったのでそういうのつけて、じゃあ歴代ライダー、ライダーが揃ってます。いいですね。いいね。そう、やっぱり男の子と女の子こんなに違うんだなって、あの思いながら、やっぱり子育てって面白いですね。今日もいろんなお話を伺っていきたいと思います。はい、さあこの番組生放送中はですね、直接あのメッセージを送っていただくこともできるんですね。はい、皆さん参加方法お願いします。はい、参加方法ですけども、ミクシーやツイッター、フェイスブックなどからも参加できます。そしてまたゲスト在の質問、そして感想、もう少しこの辺を詳しく知りたいなとか、見てるよってことだけでも結構ですので、ぜひメッセージをお寄せください。さあ、マーチのマミーズクラブ沖縄、これからスタートです。クリックボイス沖縄からお知らせです。クリックボイス沖縄のホームページでは、過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ。見逃した番組を見たり、 iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができます。もちろん無料ですよ。また Facebook ページでは、番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしています。アクセスはFacebook クリックボイス沖縄で検索して、いいねボタンをクリックしてくださいね。皆さんのアクセス待ってます。今月のゲストさんは六平恵美さん、六さん、絵本カフェマイスター、そして幼児食アドバイザーということでですね、今いろいろな講座、絵本を使った食育という講座をなさっている方なんですね。改めまして六さん、はい、はい、あのどんな方なのかなって皆さん、あの六さん興味あると思うんですけれども、はい、実際あの講座をするとき、どんな風に自己紹介されているんですか？そうですね、ちょっとさっきもお話しした感じで、あのうちの子供たちのことを話ししたり、あの2人の5歳と3歳の男の子がいてっていうちょっと話もして、うちでもちょっとこうお料理とか、上のこうちょっと簡単なところとかやらせたりしてるんですね。でそういったのもちょっとお話ししながら、紹介していってます。実際この、幼児食アドバイザーということで、このロクさんの食育というのは、絵本を取り入れるというのが一つ の、 あのコアなんですよね。そうですね、私最初あのお母さん向けに、こう食育講座っていうのをやってたんですね。でちょっとそこからなんかもうちょっと楽しくできないかなっていうのを考えてて、で絵本もこう読み聞かせるのっていうのも、もともと好きだったので、絵本のこう良さも伝えたいし、ちょっと食育の、こう食べることの大切さとか、そういったのも伝えたい、なんかこうどうしようかなって、あ、じゃあくっつけちゃおうと思って、絵本を読み聞かせて、その後にあの絵本に出てきた、あの食材を使ってお料理したり、もうそのものをこうクッキングしたりっていうのをやってます。では最初に絵本から入っていくんですね。そうですね。実際今日は絵本などもお持ちいただいたんですよね。あ、はい、今日はちょっといくつか持ってきたので紹介できたらなと思います。はい、はい、お願いしてもいいですか？はい、そうですね、とこちら分かりますかね、お弁当っていうタイトルの絵本なんですけど、はい、とこれあの絵本を読んで、もう少しだけ開けてもらうと、あ、映りましたね。最初空っぽのお弁当箱に、
ご飯を入れていって、でこうどん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 次はあのミートボールを入れていって、で大丈夫かな、こんな感じで、であとこうウインナーだったりこうブロッコリーを入れていったりっていうのを、この絵本を読んでもそのまんまこんな感じでこう人参を使ったりとかミートボール作ったりとかっていうのを実際に親子でやってもらって、でこれはあのポテトサラダをこう一緒に作って、で最後にあのごまをパラパラって振りかけて、でいちごデザートを乗せて完成っていう形で、最後はこんな感じのページなんですけど、実際これを読んでもうこれはもうそのまんまこんな感じで作っていこうということで、読んだ後にこう実際に一緒に親子で作ったりしています。へー、かわいいし、こういうお弁当の絵本で、あ、じゃあイメージしながらそれを実際に作っていくわけですか。読んですぐ、じゃあ実際に一緒に作ってみようってなって、この作る時のお写真も今日は準備してくれたんですよね。出ますか。お子さんと一緒に、この写真は、ハラペコアオムシのちょっと絵本をテーマにした、これは写真なんですけど、あ、こうやってハラペコアオムシをテーマにする時もあるんですね。そうですね、毎回ちょっと絵本のテーマを変えてやってますね。じゃあ次のお写真も出ますか。あ、かわいい、かわいい。これは、これはあの、アオムシのあのカップケーキ、絵本にちょっとカップケーキが出てくるので、そのカップケーキを、これはあのちょっと緑っぽいね、ちょっと怪しい色なんで、これほうれん草ですね。ほうれん草のカップケーキと、であとちょっとクッキーに、あら、かわいいですね。デコレーションで子どもたちにちょっと顔を描いてもらって、でちょっとあのレタスをお皿代わりというかちょっと添えて、でちょっと後ろの方にあのハラペコアオムシのランチョンマットがあるんですけど、本当だ本当だ、これ実際にあの子供たちに色を塗ってもらって、ランチョンマットを作ってもらったんですね。でランチョンマットを敷いて、カップケーキをこう食べて、ちょっとこうアオムシになった気分で食べてもらおうということで、ちょっと関連付けて、やってみました。かわいいですね、ゆうさんね。すごいかわいい。お腹すぐためにね、これね、食欲がそそられる。結構レタスとかって子供食べてくれなかったりするんですけど、うちの子とかは。そうですね、この時は、あのやこうお皿代わりというかレタスを添えると、結構みんなアオムシになりきったのか、結構食べてくれましたね。かわいい、自分がアオムシになりきっちゃう。なるほど。さあ、そしてこれは包丁も使ってますね。そうですね、あのこれはしめじを切っているところなんですけど、最初はあのちょっと柔らかいものからちょっと切って、あんまりちょっと硬い人参とかじゃがいもからだとちょっとね、どうしても力入っちゃったりとかうまくこう切れなかったりするので、最初はちょっとこういう柔らかいものからちょっと切ってちょっと挑戦してもらってます。じゃあそういう食材選びも一つポイントなんですね。そして、できた。これがさっきのお弁当のテーマにした絵本の。あのよく見ると人参さんが可愛い。可愛いですね。型抜きしてもらって、もうここら辺はもう自由に親子でちょっと相談しながら、丸でもいいし、こうやって星とか、ちょっとウサギのような形でも。ご相談しながらやってもらったりしてますね。それもお聞きしますと、あの全てを作っ、あの子どもたちが作ってという形じゃなくても OK みたいですよね。そうですね、でこの中のじゃあ今回はこの時はちょっとミートボールと、じゃがいもサラダと、ちょっとウインナーを使って、あとはこう人参で型抜きとかやってもらったり。じゃあその年齢とか時間に合わせて、もうこれは先にお母さんが準備しちゃおうとか、そういう風にしながら一緒に楽しんでるわけなんですね。これかわいい、かわいい。クマさんハンバーガーですね。中にハンバーガー、そうですね、これ絵本はこれあの
おうちピクニックっていう絵本をこう題材にして、はい、作ったさっきのくまさんハンバーガーなんですけど、はい、これとですね、ちょっと雨の日にこううさぎさんがお家にいるわけなんですけど、うんうん、うさぎさんのお家にこう動物たちがいろいろ食材を持ってきてくるんですね、うん、でちょっとこれ仕掛け絵本にもなってて、うん、キツネさんがこう、前の方に出すといい、キツネさんがこう玉ねぎを持ってくるんですね。で次々とこう動物たちがいろいろ食材を持ってきて、次ピンポンで誰が来たかなって言ったら、このお耳でね、いいですね。じゃあでクマさんが、クマさん何持ってきたかな、何だっけな。で次にちょっと、あ、今度はこっちが開くんだですね。次はゾウさんが卵かな、うんうん、持ってきて、これで、で玉ねぎ切って何作ろうかってハンバーグをこう作っていくんですけど、これね、ちょっと面白くて本当だ、この包丁型を少し曲げて、うん、トン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 すると、みじん切りに、でハンバーグをこう空気抜きのポンポンポンっていうのを実際にこう絵本でこんな感じで、うん、あ、いいですね、うん、ハンバーグを焼いていくんですけど、でこうフライパンを開けるとパカッてこんな感じでハンバーグが、おいしそう、うん、でこうお家でみんなで食べて、こう雨降ってるけどこうやってみんなで食べると、なんかこうピクニックに来た気分だねっていう感じで、うん、っていうお話なんですけど、ちょっとこれをもとにさっきのお写真の、うん、くまさんのハンバーガーを、ちょっとハンバーガーだけだとちょっと寂しいかなと思って、うん、お母さんにもちょっと楽しんでもらおうと思って、クマさんの顔を、うん、描いて作りました、うん、これですね、あ、じゃあこの一緒に中身のハンバーガー作りを、うん、ハンバーグ作りを、そうですね、実際にもこうやってポンポンポンってやりながら、このロクさんのお料理ってこういう可愛さの遊び心がありますよね。ねえ、やっぱ子供たちって実際やっていくと反応どうですか？うん、でもね、結構楽しんだから、簡単なものレタスちぎったりだとか、うん、結構もうハマってずっとひたすらちぎってたりとか、うん、結構楽しんでやってくれてる。お母さんたちの反応はどうでしょうか？お母さんたちもなかなかうちでこう一緒にお料理っていうする機会はないけど、こうやってここに来てやると、あ、こういうことできるんだねとか、ちょっと発見だったり、なんかこう子どもたちができてこう喜んでる姿を見ると、やっぱりお母さんも嬉しくて、あ、なんかじゃあうちでもやってみようかなっていう気持ちになってくれるので、なんかそう感じてこうお家につながって、実際にお家でもやってもらえたらいいなって思ってます。やっぱりこうやって食って毎日のことですから、うん、これをね、楽しさとともに取り入れるっていいですよね、岩さんね、うん、いいですよね、やっぱり遊び心があると、うん、食べる時も本当に食卓も本当に和やかに済むから、いいと思う、いいですよね、うんうんうん、そうそう、この可愛さがね、たまらないですね。毎回はね、そうやって可愛くできないかもしれないんですけど、うんうん、今日は雨だからお家で遊ぼうっていうね、うん、このピクニックのね、うん、絵本の気持ちでやってみるっていうのはね、いいですよね。実際お家でもいろいろやりますか、息子さんたちと。そうですね、うん、私が料理してるとちょっと寄って、うん、やりたいやりたいってもう二人寄ってきて、一人ずつねってやらしたり、なんかこう卵焼きとか、なんか卵割りたいみたいで、卵割るのやったりとか、うん、でも結構こうお玉でちょっと混ぜたりとか、はい、うん、ですよね、なんかロクさんの講座って、いろいろ
小さいお子さん、うん、2歳ぐらいの子からも参加しますかね。そうですね、2歳ぐらいから、うん、上はどれぐらいの子が参加します、うん、上は、大体小学校2年生とか3年生、OK、お兄ちゃんお姉ちゃんも、参加することもありますね。なんか参加された方 の、 あのブログメッセージとかあのちょっと拝見してるんですけど、すごくいいんですよ。3歳の女の子 の、 あのお母さんですね。美味しくて夢のある時間をありがとうございます。うちでパパに作ってあげたいと言ってましたって。嬉しい、ね、これは嬉しい。お父さん嬉しいですよね。嬉しいですよ ね、 ねえ。そして5歳の男の子の親御さんですね。サンドイッチを一緒に作ったことなかったけど持ってお出かけしてもいいなと思いました。うん、そうそう、こうやってね必ずお弁当ってしっかり作らなくても、軽くサンドイッチとかですね、いいですよね。あと他に6歳の女の子の親子さんですね。参加してよかったです。子供が本が好き、それから料理することに興味を持っていて家でも時々一緒に作ったりしてます。今日のメニューとっても良かったので早速実践してみようと思いますって。お子さんとってもとっても良かったって感想、あいいですよね。最高ですね。喜んでもらえると嬉しいですね。ですよね。実際この、あの小さいお子さんを持つお母さんからもあのコメント来てるんですけど、あの子供が小さめなので貧血にさせてはいけない、ご飯もたくさんあげなきゃいけない、栄養のバランスもきちんとしなくてはなど少し神経質になっていました。肩に力が入っていたのが軽くなった気がしました。これからはあんまり考えすぎることなく楽しく食育をしていけたらなと思いましたっていう感想も寄せられてるんですね。なんかこの感想を読んだ時一生懸命さ伝わってきますよね。お母さんたちって本当一生懸命なんで、そう子供たち美味しいのあげたいし、たくさん食べてもらいたい、早くね、体力をつけてほしいって思う気持ちで一生懸命ご飯作りますもんね。ツイッターもちょっと今ねツイッターあのお寄せいただいてるみたいなんですけど、待ってくださいね、今見れてなくてですね、お願いします。そう、この番組のいいところは何かあるとディレクターさんが助けてくれるっていう、そう心強い、心強いですよね。ありがたいです。そうそうそう、あ、はい、ありますね、はい、ツイッターからあの来ていますけども、はい、ロクさん、マーチーさん見てますよっていうことで、ありがとうございます。はい、のぼりかわさこさんですね。さこさん、さこさん、はい、ありがとうございます。はい、ぜひね、まあ、ゆるっとスイッケアの会でもお二人いらっしゃいましたねってことで、はい、はい、またマーチーさん、岩さん見てますよってことで、はい、ありがとうございます。ルチアソネさん、ルチアさんですね、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、こうやってやっぱり声が届くっていうのは嬉しいですね。またしっかり伝えていきたいなと思うんですけど、はい、先ほどのお話ちょっと戻ると、こうやってあの実際子育て特に一番目のお子さんだと子供がどれぐらいの量を食べるのか、この年齢でどのくらいの量を食べるのかとか、なんで食べてくれないのかとか結構悩みあると思うんですよね。実際どうですかね、相談されるお母さんもいらっしゃいますか。そうですね、やっぱりあの好き嫌い、やっぱ多いのは好き嫌い、どうやってお野菜食べさせたらいいのとかっていう悩んでるお母さんやっぱり多くて、あとこれだけ量が足りてるのかってやっぱ気になさってる方もいて、で実際にあの講座とかで、あの1回の食事の量はこれぐらいですよとか、あのご飯の量は1回これぐらいですよって、保険あの母子手帳にはこう数字で何グラムって書いてるけど、こうやって実際見てみると、あ、これぐらいなんだとか、あ、結構思ったより食べてるなとか、見てみるとこう分かったり、やっぱりこう好き嫌いのお子さんに対してはじゃあちょっと調理法を味付けを変えてみたり、なんかあの炒め物でダメならちょっと刻んでみたりとか、ちょっと調理法
調理法を変えてみるっていう方法をこうアドバイスしたり、あと実際にあのお子さんにこう聞いてみる、どういうここのピーマンが苦手だったらピーマンどういうところが苦手嫌なのとか、実際にお子さんに聞いてみる、じゃあそこからじゃあどういうふうにじゃあ今度は料理調理法じゃあ次はこうしてみようかなとか、結構こういう小さいお子さんでもピーマンのどこが嫌とかそういうのも答えてくれたりするんですか、なんか苦いとかピーマンとかは、なんかあとねうちの子はあのちょっとしいたあの椎茸とかキノコ類が苦手なので、なんかどこが嫌なのってなんかこのぐにゃぐにゃしてるとか、やっぱ食感でこう苦手とかっていう場合もあるので、ちょっとじゃあ食感を変えてみたり、やっぱそのまんまボンってこうキノコ類を出されたら、こうちょっと抵抗しちゃうんだけど、ちょっと刻んでみたりとか、すると、まあ、こうすんなり食べてくれたりとか、もう調理法を変えるのもまた一つの方法かなって思います。またあのこの年齢によって歯の生え方とかでも違うってお話しされてましたっけ、1歳児とかってまだ奥歯まだちゃんと歯も生えてないので、やっぱりその分噛む力っていうのも弱いんですね、だからお肉とかもちょっとひき肉にしてみるとか、ちょっとこの年齢に合った硬さとかに変えてみたり、やっぱりね私たちとかでねなんかあの歯が一本ないだけでもすごい噛みにくいですよね、やっぱり子供ってまだそんな大人のように歯も生え揃ってるわけでもないですし、噛む力もまだまだ弱いんですね、なのであの子供に合わせたちょっとこの硬さだったり、そういうあの柔らかさとかっていうのをこうアドバイスしたりしてますね、じゃあもしかしたらちょっと柔らかくするだけで食べてくれたり、ちょっと小さく刻むだけで食べてくれたりってこともあるで、またもうちょっとあの3歳4歳とかこう奥歯も生えてくると、今度はやっぱりちょっとずつ噛む力も出てくるので、今度はあの柔らかすぎると逆に噛むのをサボっちゃうので、丸飲みの原因になっちゃったりするので、そこはもうちょっとちょっと硬さを出してみたりとか、またその年齢に合った、調理法を、やっていったらいいのかなと思います、面白い。あでも家族いっぱいいるじゃないですか、家族っていうか、まあ、兄弟もね、六さんちどんな風にやってるんですか、まあ、うちは、あでもそんなに気にしてないかも、そんなに丸飲みしてる感じでもないので、今あの2人とも5歳と3歳なので、だいぶ奥歯とかも、ね、歯も生えてきてるので、あまりもうこれぐらいになると3歳ぐらいになるとあまりもう気にせずあげてるかな、じゃあ、 食べてくれないって悩んでいるときはこういうふうに試してみるっていうのも手ですね、あと子供に聞くっていうのも私意外でした、そうですね、岩さんでもやってそう、ちゃんと子供やってたかなっていうのは私もね思ったんですけどね、でもやっぱ苦手っていうことをやっぱ伝えていくとどうしたらね、なんで苦手が分かるとお母さん解決策ってね、先ほどおっしゃったように例えば細かく切ったり、あるいはこう形を変えていくことってできるから、やっぱりそれ大事だなって、そこがコミュニケーション一つにもねつながっていくのかなと思います、そうですよね、なんかやっぱり健康のために丈夫な体のためにっていう、そこが、まあ、思いが、ね、ママたちってあると思うので、そこを大切にしながらも、でもやっぱり六さんのように楽しさ、をプラスしていくっていうのはね、いいなと思いましたね、この楽しいって気持ちが、だん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 、あ、美味しいってつながっていけばいいなって思ってやってますね、また子供たちも食べられたって思ったら嬉しさにもつながりそうですもんね、自信にもね、自分食べられるんだって自信にもつながっていきますからね、そうですよね、またなんて言うんですか、お母さんたちも子供が食べてくれるっていう喜びとかが心の負担も少し軽くなっていきそうですね、悩みもね、実際こうやっていろいろな講座をしていく中でですね、大人向けの講座というのもされてますよね、絵本に関して、はい、そうですね、大人の方だけのちょっと絵本サークルっていうのもちょっとやってまして、
もう子どもたちにも読み聞かせするのもそうなんですけど、大人もやっぱり絵本をこう読み聞かせされるとちょっとこう癒しだったり、うん、ほっとしたり、大人もちょっと楽しめる、うん、とこの絵本またちょっと子供と違う絵本の楽しみ方があると思うので、うん、かそういうサークルをやったり、うん、でこの絵本の効果だったり、絵本ってこういうことがいいんだよとか、うん、そういうの良さをこう伝えたりとかっていうのもやってますね、うんうん、私この大人の絵本講座というのに参加したんですけれども、うんうん、知らなかったのが、絵本選び、うん、この年齢に合った絵本選びの中で、うん、登場人物、キャラクターの顔の向きとかも重要ってことをおっしゃるんですよ、うん、それ初めて聞きました。ちょっと教えてもらっていいですか、うん、聞きたいです、うん、そうですね、だいたい0歳とか1歳児、うんうん、0歳はまだちょっと視力がまだまだちょっとぼんやりした感じで、うんうん、あれなんですけど、1歳児ぐらいになるとちょっと視力ちょっとずつまだ 0.3 とかかな、うんうん、でそれぐらいの年齢の子って丸とか点とか、うん、そういうものにちょっとこう目が行きやすいので、うん、例えばこう動物の絵だったらこう正面向いてて目がこう2つ、うん、横向きよりも目がちゃんと正面向いてるのだとか、うん、あと人間とかもこうちゃんと顔、うん、正面向いてる方がこう、ね、実際に見ててパッとこう目が行きやすかったり、うんうん、正面っていうとこういう例えばこのうさぎちゃんの顔みたいにまっすぐ向いていてっていうことがいい、うんうんはい、うん、これだけでも違うんですね。そうですね、うん、であと1歳児ぐらいだとあまりこうごちゃごちゃ絵があるよりももうちょっとこうシンプルな方が、うんうん、ちょっと真っ白というかね、うん、ちょっとこう絵がシンプルにあるとかっていう方が、うん、集中しやすいと思います。あ、だから今考えたらよく市町村で配ってくれる最初のブックスタート、うん、一番最初にいただけるような本って周りが背景が真っ白だったりしますよね。やっぱりその年齢のことをちょっとちゃんと、ね、考えて作ってくるんだなって、うん、そうするとじゃあそのものだけに集中して見てくれる、うん、赤ちゃんが見てくれるとか、あとなんか言葉だったり、うん、なんか同じフレーズが出てきたり、うん、じゃあじゃあじゃあと か、うん、なんかそういう同じフレーズがこうリズム感あるフレー言葉だとこう耳にそうやって入りやすかったり、耳がすごく、うん、赤ちゃんでも聴力がやっぱりすごくいいので、うん、発達しているので、うん、そういう言葉、うん、同じ言葉のフレーズを繰り返したりとかすると、うん、結構こうじーってみたり、うん、興味持ってくれたりします、うん、なるほど。 あと、昔話の絵本も大切ですよっておっしゃいますよね。この絵本サークルでこの昔話のこともちょっとお話ししたんですけど、やっぱり昔話ってなんか大人になって見てしまうとなんかちょっと残酷、うん、なんかちょっと怖いっていうイメージがあったりするんだけど、うん、実はなんかそうじゃないですよっていうのを話してて、うん、やっぱりこう残酷とか怖いなっていう思うのは、うん、大人自身のこう価値観だったり、うん、なんかそういうものがこう管理されてたりするので、うん、子どもたちってじゃあそうかっていうと別にそういうふうにはとらわれてないので、うん、どん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 こうお話ししてあげても大丈夫ですよって言ってるんですね、うんうん、なんかついついこの昔話って悪者を殺しちゃうとか、うん、ね、うん、役とかね、役とかね、そう、そう、うん、あ、狼落ちて焼かれてたのとかで周りでこうなんか喜ぶとか、ちょっとね大人見たら怖いってイメージある、ね、そう、うん、本当にね現実世界っていうか、うん、って思うんですけど、子供はそれを見てそうしようとかまでは想像しないってことなんですね、うんうんうん、やっぱり大人はニュースだったりこうテレビとかそういうの影響もあって、うん、なんかそれそういうイコールなんか怖い危ないとか、うん、そういうイメージがついちゃうんだけど、うん、子供は別に全然そういうもうそのお話としてすんなり受け止めるので、うん、そこまで考えなくても大丈夫ですよっていう、うん、なるほど、うん、勝手に想像してるんですね、本当にですね、なるほど、ちょっと経験値が上がりすぎて、うんうん、そうそうそうです、うん、そかそか、じゃあそういう大人向けの絵本選び、絵本なども、うん、なさっていて、うん、はい、うん、そこもすごくいいですね、やっぱ絵本の、ね、うん、世界というのが広がっていくなっていう感じがいいですよね、うん、こういう楽しい美味しい絵本時間もそうなんですけれども、うん、講座をされる中で、うん、六さんが大切にしている思いってどんなところですか、うん、そうですね、
最高親子で作って、うん、別にあのこの講座をやったからってじゃあ料理が上手になってほしいって言うと別に料理は上手になってほしいっていうのが目的ではなくて、うん、こう一緒に作ること、うん、楽しいねとか、うん、子どもたちってあの結構お母さんが思ってる以上に結構できたり、うん、あこんなことできるんだとか、うん、実際こういうなんか経験をいっぱいさせてほしいなと、うんうん、そこから子どもたちがこういろんな発見だったり、うんうん、またお家で自分の自信につながったりするので、うん、そういうのをどん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 経験して、うんうんうん、お家につなげていけたらいいかなと思います、うんうん、じゃ あの食育一緒にクッキングをしたいんだけど、うん、どんな風にしたらいいのかわからないっていうお母様にはもう本当に入り口として最高ですね、うん、これがきっかけになって、うん、じゃあちょっとお家で、うん、もう簡単なところからでね例えばあのご飯を混ぜようとか、ねうん、炊いたご飯を混ぜるとか、うん、あのお椀によそうとかもうそれだけでも全然お手伝い、うん、お料理の一つだと思うので、うん、そういったところから始めていったらいいのかな、うん、こ うちの子をあの3歳の子がご飯をこうよそうんですけど、うん、こうやってよそってあすごい上手にできたねたらもうにゃーってすごいできたよっていう顔をするんですよ、うん、だからそれだけでも、うん、子供たちってすごい自信につながるので、うん、そういったところからでも、うんうん、やっていったらいいのかなと思います、うんうん、実際子供たちが入れてくれたご飯でしたら、うん、もう嬉しさと美味しさで、ねうん、美味しさ倍増に、うん、なりますよね、うんそっかこうやって予想この炊飯器ねひっくりがご飯を返してくれるとかそういうところからも、うん、うんやっていいですね、うん、実際あのよそってくれたりすると、うん、あのゆくゆく助かりますもんね、うんうん、本当にねそのままもね一緒に準備してくれる一緒にね準備してくれたらねうん忙しいとねなかなかキッチン狭いんだし危ないとかってねなっちゃうかと思うんですけど、うん、どうですかこのキッチンの中で一緒にやることが多いですかそれともあの食卓に行ってとか、うん、そうあもうキッチンの中でちょっと2人だと、うん、ちょっともうぎゅうぎゅうなんで1人ずつね、うん、とか、うん、あ1人ずつねとか言って、うんうん、でキッチンでやったり、うん、なんか私がこうスープ作ってたら混ぜたいみたいで混ぜたいとか、うん、またそれだけでも嬉しいみたいで、うん、そういうのやらせたりとか、うん、例えばこう私がお野菜切っている間に、うん、隣で子供が野菜炒めをこう、うん、あの炒めててくれる、うんあうん、そしたらちょっと焦げないで済みますから本当だその間私はお野菜を切って時短に助かる助かる、うん、なんかそれだけでも、うん、満足してくれるんで、うんいいですねまたママのサポーターになれてるねお手伝いできてるっていうこの自信もねでやってもらった後やっぱお母さんはもう褒めてあげる、うん、あすごい助かったありがとうって褒めてあげるいいなこうやってお家につなげていくんですねそしてあの様々な講座をなさっている六さんなんですけれども、うん、これからの夢ありますか、うん、そうですね、うん、あまりこう大きい夢っていうまでではないんですけど、うん、やっぱさっきもちょっとお話ししたように、うん、やっぱりあの何かこうきっかけこれでこうきっかけになって、うん、一緒にこう作ることって大事だねとか、うん、何かこうお母さんに気づいてもらえたらいいなって、うんうんやっぱりあの食事って出されたものを入って食べるだけじゃなくて、うん、やっぱり一緒に準備して食べて片付けててやっぱりそれ全部がやっぱりねお料理だと思うので、うん、そういったのはねお母さんが気づいてどんどんやらせて、うん、やっぱりあのこの幼児期小さいお子さんをうちにやらした方がやっぱり五感もそれだけ刺激もされるので、うん、その時期の方がいろんなことをやりたいってこともどん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 吸収していくので、うん、見てもできるうちにいっぱい経験させてほしいですね、うん、そうですよね実際手を使う料理をするっていうのは本当に脳もね刺激そうですよね、ですよね、うんぜひたくさん一緒に料理して楽しくて美味しい時間をね、うん、子どもたちと過ごしていただきたいと思います、うん、それに絵本
楽しくなるきっかけの一つになりますので、ぜひあのお母さん方もですね、絵本手に取って見た時に、あ、なんかこの中に美味しそうなのが出てくるとかって思ったら、子供と一緒にグリッドグラのパンケーキ作ろうとかね、なんかそういう風にね、一緒につなげていくとまた楽しい時間ができるんじゃないかなと思います。六さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。さあ、このマーチのマミーズクラブ沖縄後半のコーナーで教えてゆあさんというコーナーも作ったんですけれども、はい、今日の教えてゆあさんは私からのお悩みですが、いいですか？はい、なんかドキドキですね。私の息子5歳なんですけど、はい、利き手がはっきりしないんですよ。うん、左でもね、よく書くんですね。うん、でも右でも書いたり、フォークを持ったりするので、どっちもさせてるというか、好きなようにもさせてるんですけど、最近ちょっとこの、幼稚園に上がっていくとかで、字をやっぱり書いていく、いかないといけないから、悩んでるんですよ、私が。右、一応左で持ってるのが多そうなんだけど、左利きってしようか、うん、右利きってしようか。あ、なるほど。これってやっぱ岩さんだったらこういう状況どんな風にしますかね。そうですね、うちの子は2人とも右利きなので、うん、最初から自然に右で使えるような形の、訓練はしてたんですけども、個人的な見解なんですけど、私はどっちかというと右手だけ使えればいいという形を持ってなくて、実は左手ももしね、使えるんだったら使った方がいいのかな、両方ね、今マーチの息子さんが両方使えるよっていうの、今そのままでもいいのかなと思ってるんですね。でもゆくゆくは学校、ただ小学校入ってくるときに、例えば掛け順とか、いろんな方、みんな基本的に右でこう教えていくので、やっぱそういう時に自分だけこう別に違うな、ね、誰か書いてちょっと違和感をね、前と違うって違和感だって、それがなんていうのかな、ちょっとね、少し自分自身できないと思ってしまうこともちょっとね考えてしまうので、ただでも本人がでもこれでも僕はこう左の方が書きやすいとかってやっぱ左でもいいんだろうし、でも右でも書けるようにしてて、であとは最終的には自分が小学校入るまでに、じゃあどこでこう使う、どっちでも使える形でも基本的には右でやっていいんだけど、左でも十分使うように、それぞれの、あとはある程度お母さんがちょっと指導してあげるんだけど、最終的には子どもさんの自分の尊重に任せて、結局やっぱり自分でこう書きやすい書きにくいとかあると思うんですよ。例えば、ね、スプーンを鉛筆でこう字を書くんだけど、例えば、ね、スプーンは右の方がいいっていう方もいるだろうし、やっぱそれが個性なんですね。それ必ず何しなければいけないっていうわけではないんだけど、最終的には、教えはするけども、子供の、一番こうやりやすいように導いてあげることがいいのかなっていうふうに、個人的には思ってます。他に皆さんはね、番組見てくださって、皆さんはどんなふうにまた生き手をしてるのか、左手をしてるのかっていうことをまた教えていただければなと思いますね。もしかしたらこうやって私みたいに迷ってるお母さんもね、でもきっといらっしゃると思いますね。本当に私が迷ってるっていうのが多分息子にも伝わっていると思うんですけれども、じゃあ今の話だと本人が最終的に決めるんだけど、小学校に上がるぐらいまでには決めた方がいいかなっていう感じですかね。そうですね、そうなんですよね、左利き悪くはなさそうなんだけどな、でもなみたいなね。わかりました。じゃあちょっと本人と相談しながら、やっていきたいと思います。六、さんちは右利き？そうですね、2人とも右利きですね。右利きの人が左に迷いはないんですかね、やっぱり。それはないか。私自身がそうだなんですね。左、もともとが左利きで右も使ってっていうところがあったんですけど、そうね、ママが悩むとね。よし、これはじゃああと1年間迷えるということで、息子と一緒に迷うというか考えながら進めていきたいと思います。またこういう似たお考えのお母さんがいたら教えてください。それではエンディングです。
クリックボイス沖縄からお知らせです。クリックボイス沖縄のホームページでは過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ。見逃した番組を見たり iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができます。もちろん無料ですよ。また Facebook ページでは番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしています。アクセスは Facebook クリックボイス沖縄で検索していいねボタンをクリックしてくださいね。皆さんのアクセス待ってます。という間のエンディングなんですけれども、はい、ここからはですねゲストさんそしてユアさん皆さん の告知タイムということになりますね。さあおいしい絵本時間の六平恵美さん、六さん、はい、六さんはどうですか、今後の活動を教えてください。そうですね、活動としては4月からマックスバリューイオンのマックスバリューの店舗に置いてある、お切れしって毎月出てるフリーペーパーがあるんですけど、それをお弁当 の, こうコーナーを4月から担当させていただくことになりました。わすごい、ありがとうございます。じゃあ4月からはこのロクさんのいろいろなレシピが見られるわけですね。楽しみです ね, ね。この中には絵本とかも入ってくるんですか。そうですね、絵本もちょっと取り入れながら紹介していこうかなと思ってます。あ、いいですね。じゃあイオンに行った時には、はい、ちょっと4月から、うん、4月からですね、4月からチェックね、ちょっと見てください。いいですね、いいですね、はい、他にロクさんに直接会える機会もありますか。あ、はい、うん、ですね、3月の27日、はい、木曜日なんですけど、うん、これはハルピョンのドリームハウスっていうお母さん主婦の団体のイベントがありまして、うん、これがドリームタウンというイベントなんですけど、うん、これが沖縄市の一番街コージーセントラルという場所で行われるんですね、うん、でハンドメイドの雑貨だったりフリマだったり、うん、あとこうスイーツ系とか、うん、あとマッサージとか、うん、ちょっとカウンセリング、お仕事のカウンセリングだったり、うん、子育てのカウンセリングだったりとか、うん、あとちょっとライブ、ミニライブなんかもあるので、うんうん、いろんなのが一度で楽しめちゃうちょっとイベントがあるので、うん、でちょっとその今回の目玉としてちょっともらっちゃっていいちっていうのがあるんですね、うん、それはお家にあるちょっと捨てるにはもったいないっていうちょっといらなくなったものを持ってきてもらって、うん、実際遊びに来てくれたお客様にもらっていってもらおうという企画なので、なのでもらいに来てください。あすごい素晴らしい、はいはい、もらっちゃっていいんですね。ぜひぜひ来てください、はい、そしてこの、ドリームタウンにこのイベントにロクさんも参加されると。あ、はい、そうですね、私はちょっとカウンセリング、子育てのカウンセリングってことで、うん、特に食事の悩みとかでもいいですし、うん、何かこう子育てのことで聞きたいなってことがあれば、うん、私はいるので、うん、声かけてください、うん、ぜひぜひ、はい、日程が3月の27日木曜日、うん、沖縄市の一番街で行われますので、ぜひぜひ皆さん、あ、駐車場、あ、場所もね出てますね、うん、一番街の場所もね、はい、ぜひぜひご参加ください。お願いします。さあそして岩さん4月にも講座されるんですよね。そうですね、うん、まだ日程これからなんですけども、うん、ママのためのワークライフバランス講座ということで、うん、はい、ママのための、うん、なんだタイムマネジメント的な、うん、話とか含めながらお話ししていきたいと思ってます、うん、またね多分4月の番組の時にまたお伝えできるかと思います。はい、はい、ぜひぜひこちらもチェックしてくださいね、はい。さあマーチンのマミーズクラブ沖縄、3月も皆さんご覧いただきありがとうございます。また来月も楽しい ゲストさんを迎えてお届けいたします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。